宇品エリアの南端元宇品でお題スポットを探します。なんか道に船をねくくりつけるやつがね飾られてる。これ全部ずっとですよ。海みたい。このままずっと行くとプリンスホテルですけど、あら、これは燻製のお店ホイコッケ。ちょっとこう専門的なお店なんでしょうかね。ちょっとお題いっか、とりあえずね。燻製、これぞ歩かないと見つけられない穴場。元宇品の路地裏に潜む燻製のお店を目指します。でも本当住宅街ですよ。わあ、美味しそう。なんかお写真だけでもちょっとワクワクしますね。あ、ちょっとすごいの発見しました。これこれ同じじゃない？やった、来た。どこ、これどこ聞いてみましょうか。こんにちは。あ、そういうこと。あ、こんにちは。ああ、よかった。あ、日本語が大丈夫です。大丈夫ですか？はい、これは、はい、どこの国旗なんですか？デンマークのお旗です。デンマーク、はあ、王室シェフ。行様の料理のよくしました。デンマーク王室のシェフ。はい。元デンマーク王室の専属シェフだったというオーナーアランさんが手掛ける燻製のお店だったんです。これは期待もぐーっと高まりますよね。たくさん商品ありますけど、これ全部ここで燻製されたものですか？全部自分で燻製します。全部？全部。でもすごい変わったものありますよ。オリーブオイルも燻製？はい。塩コショウも？も燻製します。普通は塩って透明ね。色が全然違いますもんね。味も香りも。香りもつくし、はい、すごい。私の燻製のイメージとだいぶ違ってきてます。そう？うん。いやそんな、いい方に変わってきてる。よかった。アランさんが作る燻製は冷燻法という低温で時間をかけていぶす方法。このナッツも燻製にかかる時間はなんと20時間。こうすることで風味豊かになるのはもちろん保存性も高くなるんだとか。さあ、それではアランさん自慢の燻製でレッツ燻製パーティーと参りましょう。もうね、いい香りが本当漂ってるんですよ。綺麗な、ね、色ですね。大体25度70時間くらいです。すごい長い。燻製の香りと味がすごいあります。生みたい。綺麗な色。いただきます。わ、おいしい。わ、口の中に入れる瞬間に燻製だけじゃなくってサーモンのいい香りもするの。はい、しっかりマリネしますから魚の臭みのないです。飲み込んだ後も余韻がすごいです。ここでお酒なんでしょうね。似合います。ねえ、ごめんなさい、お酒はありません。あ、いやいや大丈夫なんですよ。続いてこちらはニンニクとスパイスで味付けしたブリの燻製。これまたちょっと見たことないですね。あまり見たことないです。ないない。色のスパイス結構いっぱい入っています。うん、おいしい。これまた結構パンチ効いてます。色のスパイスとあとニンニクの味あります、うん、でなんかね、身がギュッと締まってるからちょっとお肉っぽい。そうです、ちょっと生ハム似ています。ね、似てますよね、はい、私だいたい二口三口どんどん食べるんですけど、うん、余韻でずっと語れます。そして最後はこれまた未知の味。燻製したオリーブオイルを玉ねぎ、バルサミコ酢と合わせたドレッシングでいただきます。香る、すごい香る。うん、わ、オリーブの香りと燻製の香りがこう交互に来る感じ、うん、温かい野菜の上でも魚もいいです。シンプルなお味付けのドレッシングだと思うんですけど、うん、はい、燻製にすることですごい味わい深くなります。大切か、本当もう低いか、すごい大切。本当美味しい。ぜひあのデンマークの王室シェフの味を食べていただきたいですね。いいですね、はい、いいおつまみにこれはなるよね。そう、お酒に合うね。あの国旗はデンマークだね、ということで。はい、そうなんですよ。まあでもあの冷燻法ってご存知でした？いや、ね、25度ぐらいで、はい、もうサーモンに関しては70時間。すごく気が遠くなるような。もう仕入れから考えるともう本当数週間かかるんじゃないかっていう話なので、
本当にあの時間かけて丁寧に作ってらっしゃる燻製の店です。お店でやってるんですよね。そうです、そうです。ここでまさにここでね燻製をしていらっしゃるということで、これがナッツですね。うん、はい、ナッツですね。そう、もうどれも美味しいで、あの燻製の感じがきつくないんですよね。もうすごいどれも上品に香るんですよ。ああ、控えめな感じで。そうなんですよ。これがなんか冷燻の味らしいんですけど、はい、もうあのそのものの味をしっかり引き立てるような、あのふわっと本当によく香る燻製になっております。ドレッシングの燻製とかも驚きましたね。そうなんです、オリーブオイルを燻製してらっしゃるということで、どうやってオリーブオイルバットにって言ってたような気がするんですけどね、ちょっとやっぱりお互い片言なので、私もそうですよ、そうですはい、いろいろにお話は、ね、はい、させていただいたんですけど、まあすごくいい方で、であの、私がいただいたようなオードブルみたいな感じは頼めば作ってくださるんです。予約が必要になるんですけれども、はい、ああいうのホームパーティーとかね、いいですよね。はい、サンドイッチなんかもありますのでね、ぜひ予約をしてください。はい。